今回は朗報、ガンダムビルドシリーズの女性陣さん。ルックスが良くてガンプラ趣味に理解のある理想の女性しかいないに対するネットの反応を紹介していきます。す、桃は胸にある気が感じられない。矢印見せ胸。あやめさん持ってない。 GBN なりたい自分になれる場所、いいね。持ったっていいじゃない、アバターだもの。ダイバニンは持っても良い、リアルで盛るのは NG。キャラメイクの時おっぱい持ったのかと思うと嬉しくなる。女子供は SD 好きだよね。 S? すごい。 D? でかい。お前らなんかキャラメイクの時髪ふさふさの巨乳美少女になるわけだし、あやさんはどうこう言われる筋合いないと思うの。ハゲ巨乳なんかにするわけないだろ。キャラメイクするならモフモフアニマルかけも耳にするし。いいですよね、早口 SD オタクの HRP なさる。誰目サイドポニー JK。 まあ乳サイズいじれるスライダーがあったらとりあえずマックスにすると思う。もっと乳サイズで隠してもいいと思う。白動きにくかったんじゃないかな。リアルは乳がない分その辺の感覚のすり合わせ大変そう。獣人やフェレットすらいるんだからその程度は誤差にもならない気がする。乳に腕がめり込む問題などもあるからほどほどにしねえとな。関係ねえ、最大にしてー。くの一は父がでかいもんだろ。アバターをプラモにした時に困るからな。人型アバターよかましなんだろうけど本来自分にない部位に振り回されそうだからな。ももちゃんは正直だね。あやは嘘つき。誰が嘘つきだって。嘘アバターで若い子にモフモフされてたおっさん。モフモフの方がリアルからだかもしれないだろ。ロールプレイを楽しむ。よし、俺もケモアバターにする。これから叩き割るツボの価値を丁寧に説明してうんぬんかんぬん。やめてください。何がひどいって失ってすぐ助かる手段が見つかることだよね。ヒロトがやり場のない感情を抱くのもわかる。主人公補正とかご都合主義を与えられなかった男ヒロト。人が死なないガンダムって見てて楽だなって思ってビルド系見てたわ。そんな甘っちょろい考えは最後に吹き飛ばされるんだけどね。二人が幸せなキスをして終わるんだろうな。イブが姉に生き返らないのは良かった。リクとサラが皆に祝福される裏で、ヒロトとイブが大変なことになってた対比が良かった。仲間を作っていったリクと一人だったヒロトの対比だな。ヒロトも仲間を得て前に進めた。ビルドダイバーズのハッピーエンドの陰であんな芸術品を作り出すとか制作側はサディストかな。でもあのハッピーエンドがなかったらその後生まれてくるエルダイバー端から消してかなきゃいけない地獄が待ってたからね。人の心は別として良いバランス感覚してるよ。リライズのヒロインといえばこの子だろう。これはメインヒロインですよ。一歩リードしてたのにアイランドでギャグヒロイン化した子。やる気満々なの良いよね。クール。あったなぁ、ニュータイプ会話パロ。サラちゃん外見成長してたけどこの先どうなるんやろ。最終的にエルドラの霊の砂で受肉するんかな。リライズだといろいろ経験した後の成果落ち着いてたな。人妻のオーラホウってるまである。モビルドールじゃない方もプラモ出して。プラモだと結構デカモビルドール。メイちゃんもサラちゃんも、もう少し小さいサイズも欲しいよね。お姫様抱っこしたい。説明書無視して最初に全パーツ切り取るの良いよね。ショップ店員がニッパー使わず、手でもぎ取ろうとして怒られるの良いよね。良くない。農園で忙しいし。リアルはつつましやかな胸ばかりでもないんだよね。薄い本に関しては桃地より出てる気がする女。桃ちゃんは運動神経も良い快活少女で良い。はあ桃可愛い。メイからこの自然な笑顔難なく引き出せるのも良い。成長して後者だけでなく前者も手に入れた桃地良いよね。しかしだね、本人は私には人としての感情が乏しいと言っているのだから。前者も後者もいける。地味に衣装が多かった幼馴染み。ラストのグランドクロスキャノンを放つヒロトと弓真嗣のカグラや放つ日向が重なるところ本当に良かった。日向はバトルに参加しないカエル居場所系ヒロインだけど存在感あってすごいよね。家にカエルと夕飯用意してる幼馴染みは強い。前世でどんだけ徳を積めば、家族ぐるみで付き合いのある趣味にある理解があり、何くれと世話焼いてくれる幼馴染みなんてできるんだよ。日向は最終話の最後の最後でいきなりクソ川デザインのアバター姿になって本気出すからな。日向の新地巫女装束風のアバタールックがラスト限りなの本当にもったいないくらいの良いデザイン。あのアバターずるいわ。姉に虚偽しなかった英断。いいキャラしてた。メイが完全にヒロトとイブを足して2で割ったような見た目してんの好きだわ。性格というか行動理念が以前のヒロトな当たりもね、何かを好きな気持ちが元になっているというエルダイバーの設定と合わせてもうね。ヒロトと似てるようなところあるよなって思ってたらあれだからもうね。矢印良いよね、ちっちゃい姉と大きい妹。アイドルじゃない方のキララちゃんなんだよな。さらっと勝ち組な美星さん。たった数ヶ月で粒子完全再現とかほんまもんの天才だったニルス君。
金持ち嫁までゲットしてファイターズトップクラスの勝ち組でもある。むしろ天才に早い段階でツバつけたキョロちゃんが優秀だったのでは。こっちもこっちでストリートチルドレンから王族、初登場の印象から無感情クール系だと思っていた時期が僕にもありました。よくあるクール系と見せかけてこれだったからな。なんか一気に年取ってそこそこ大きい娘作ってたけど、あっちの世界の時間軸どうなってんだろ。公式エロス、あの格好で普通に電車とか乗ってるんだよな。フミナパイセン、どう見てもこれは性的搾取。ギャンコも思い出してあげてください。クリストフミナ先輩は顔もスタイルもいいのに私服に問題がある。フミナ先輩は群れてそうでむしろええやん。それシード陣営の奴らに言えんの。ラクスはギリセーフやろか。いつ見ても何かがおかしい格好。これノーパンですよね。普段着ですけど。中3という絶妙な年齢設定、この格好で部員ゼロ設定は無理でしょ。三角関係になると思ったのに、メガネは全く興味を示さないという。一向にただのスポーツウェアですが、上着は折ってたらうんまだってなるけど、パージしたら完全に地上だわ。水着姿より露出高いやべえやつ。 PTA から圧力かかってこの服やめさせられたってマジ。ちゃんと肌を隠すスーツにしましたよ。ジャケットは脱いだけど、露出度を抑えた方もけしからん先輩。普通の服も持っとるのにな、この人。もうそういう性癖としか。リンコママとフミナパイセンの存在がビルドファイターズを支え続けたと言っても過言ではない。いつの間にかお前らのヒロインになった。売り上げではアムロやシャア並みに貢献してるんじゃね。よもやするとビルドシリーズはエロなのでは。今さら来たけどよ、平たい胸族最高だろうがよ。平たい胸族はいいぞ。キャンコとかユジュモビルスーツ娘、チマット系モビルスーツにこだわる女。健康的な骨格の太さというか、デブではないみっちり感がいい。動いてるとこ見てるとマジで可愛い。知ってる、ビルドファイターズトライのメインヒロインでしょ。ガタ。GBF の奇跡がリンコさんなら、GBFT の奇跡はギャンコ。年齢の割にでかい。劇中最強の女子力の持ち主。乙女キャラとして素晴らしい。高飛車な自信家だけど恋愛に関しては一途とか、もうね。俺も、こんな子に弁当差し入れしてほしい人生だった。ビルドシリーズの女性キャラたちに対するネットの反応、いかがでしたでしょうか。可愛いキャラ、え、なキャラなど人気キャラ多いけど、ガンプラをテーマにしたアニメなので、やはり隅に対する理解度が高いのが好印象。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。